足はフレッシュ、毎日投稿アイドルフルーツポンチのゆうポン。本日の企画はダブルドッキリ。これからレイナとシフォンが来るんですけど、2人にそれぞれ今日の勝負全部負け続けてって3番勝負でゲームしていってもらうんですけど、絶対に負けてって言ってある2人が勝負したらどうなるのかなっていうのを見ていきたいと思います。シフォンはワンチャン気づくかもしれないけど、レイナは絶対気づかないと思う。それではやっていこう。フルーツポーチには公式 LINE があります。そちらに本日の動画で出てくるキーワードを送っていただくと、限定画像限定動画がもらえるので、ぜひ最後まで見ていってください。お願いします。フルーツポンチ、シフォンとレイナで1対1でゲームをしてもらうんだけど、その時にシフォンにずっと負け続けてほしいの。ああ、オッケーオッケーオッケー。レイナクソ弱くねみたいな感じで。あ、了解した。そうそうそう、シフォンにドッキリを仕掛けていく。オッケーです。了解した。レイナとシフォンで対決してもらうんですけど、レイナに一生負け続けてほしい。全部。負ければいいんだ。そう、シフォン弱くねみたいな感じで。そう、そんくらいにしてほしい。よろしくお願いします。フルーツポンチ、本日の企画はゲーム3本勝負。こちらの2人に3本勝負で対決してあったかなって思います。はい、それではやっていこう。第1回戦は何するでしょう。あ、分かった。うーん、頑張ってじゃんけんぽんしていただきます。3点選手でしていただきたいと思います。はい、せーの、叩いてかぶってじゃんけんぽん。え、ルール知ってる？あまりに似合っててどうしよう。叩いてかぶってじゃんけんぽん。やったことある？本当に。うん、負けじゃない？じゃあ、レイナ1点。叩いてかぶってじゃんけんぽん。負けた。やべえ。じゃあ、シモン1点。2点選手で終わろうと思います。次勝った方が勝ち。せーの、レイナグーレイナパイ。アイコーでしょ、アイコーでしょ。はい、かぶってじゃんけんぽん。あ、違った。あー、顔くらいの大きさで、無理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 、判断します。よーい、スタート。無理なんだけど、本当に今日やばいかもしれない。全然ネズミみたいな感じだよ。いけるいける、レモンになってる。レモンレモンって何？レイナは確実に膨らませられるよ。顔が痛い。早く終わらせてよ。今日は無理な日なのかもしれない。2人ともちょっと今日風船との相性がよろしくない日っぽいので、この風船良くない。引き分けということで、フルーツポンチ3回戦目はクイズをしていただきます。ウーが問題を出すので、早押し形式で答えていただいて、何回でもボンボンしていい感じでしていただきたいと思います。はい、10問出すので頑張ってください。いっぱい面白い回答できるように頑張ります。え、違う、当ててくれないと困るんですよ。分かったって思ったらもうこうやってシュッて取ってかぶって回答していただきます。それでは第1問、はい、3+2 は何でしょう。3+2 はい、8。不正解です。足し算はできて当たり前ですよ。無理です。ヒントですね、はい、フルーツポンチのメンバーの人数です。はい、お、何ですか。5人。え、フルーツポン5人なんだけど、あ、1人5人やらなかったっけ。はい、はい、6人。誰、あと1人。ナスミンは、ナスミン先生はフルポンのメンバーだと思います。正規メンバーではないですかね。これはもう引き分けで0ポイント、はい、第2問、パンはパンでも食べられないパンは何でしょう。はい、はい、メロンパン。それ食べられるパンかもしれない。私が食べられないからさ、メロンパン。はい、お、パンダ。お、確かに。あ、でも思ってた回答じゃないので、この部屋に3個あります。はい、正解。フルーツポンチ
じゃないの。パンツです。え、絶対分かってたよね。そんなことない。そんなことないよ。それでは第3問。冬のパンツの色は何色でしょう。はい。虹色。不正解。履いてそうだけど。はい。茶色。不正解。透明。ローカン。一回見せてあげる。この色何色か分かる。冬のパンツでしょ。うん。メイドインチャイナ。色です。メイドインジャパン。ジャパンでしょ。絶対チャイナ。ジャマニーです。第3問も引き分けということで。それでは第4問。冬の今日の朝ごはんは何でしょう。カツ丼。不正解。焼肉。正解です。明日の夜行こうかなと思って高め。あー近い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 、うん、無色透明です。風。あー惜しいかもしれない。答えられなそうなんで、はい、正解は何も食べてません。あ、それでは第5問。はい。冬が好きな飲み物は何でしょう。あそこにあるよねえ、みんな洗濯のり。違います。冬の話聞いてる。いつも当ててよ。あ、いいの。うん、いいよね。はい、コーラー。正解。やったー。あと5問あるから巻き返せるよ。もう1問せへんよ。それでは第6問。冬の靴下の柄は何でしょう。靴下ってなんだっけ。水玉。違います。これでブリブリダイモン。正解。じゃあ今シフォン2のレイナ1。お、マジやるの。よくない終わりで。なんか変だよね。ゆいちゃん終わり。よし、真面目にやっていたのによ。フルーツポンチ。本日の企画はお互い負けると言われているドッキリでしょ。はい、ということで本日の企画はお互い負け続けろと言わせたらどうなるのかドッキリでした。バレたか。1回戦目で全てを察したわ。そっからもう YouTuber してたわ。基本ダメだもん、できない。あー悔しいな。分かるよ。どうせ気づいてなかったでしょ。さっき気づいたよ。クイズでしょ。クイズでは気づいた。それでは本日の LINE キーワードは基本覚悟しとけよでお願いします。覚悟しとけよ。お願いします。何度でも企画を潰してやる。企画潰してやる。待ってください。それでは本日も動画見てくださってありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいと思ったら高評価、コメント、チャンネル登録をお待ちしております。お願いします。明日の動画を見てください。バイバイ。バイバイ。アイドル活動完全密着、フルポンアイドル道。うん、胸。前々回言ったみたいにあれを一発目に出せるようにっていうのを言ってたやんか。そうそう、もっといけるもっといけるって私が言った一発目をまずこれで出せるようにしてください。はい、はい、めっちゃようなってるやん。この調子で前回とは打って変わってベタ褒めされるフルポンメンバー。この日覚えたばかりの後半パートも難なく踊るフルポンメンバー。やるね。次のまあ、1曲目はピンクポップですけど、2曲目はチェンジサロンです。はい。